皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年11月5日土曜日ということになりましたので、まあ、少し緩めな話題ということでお話をしていきたいと思いますが、まずですね、今日のブログの冒頭についている写真の方から説明していきたいと思いますが、 おかげさまでですね、なんとですね、身長は高校を卒業して大学生ぐらいになっても止まってしまいましたが、なんと当時のですね、20歳の体重の63キロまでですね、ダイエットすることに成功しましたということですね。別にこれはダイエットをしようと思って成功したわけではなくて、あの生活をしてたらですね、ダイエットができたということなんですけど、まあ、これについては過去にも動画で喋っているので、 詳しくはね、そちらをご覧いただけばと思ってるんですが、まあ、簡単に言うとねえこういうことです。はい、ここに書かれているようなことをしたわけなんだけど、まあ、小麦を食べないということと飲みに行かないということとそして自炊をする。 そして外出値は麦茶とかおにぎりとか持参するということをやっているわけなんですけど、まあこれでですね、えー、実はね、この話が今日のですね、本題に関わってきますので、まあ、ぜひ覚えておいてほしいなと思うんですけど、はい、ではですね、今日の本題の方に入っていきたいと思いますが、今日はですね、月初めの週末に必ずお届けしている 今月から変わることということでお話をしていきたいと思いますが、えー、結構ね、変わることたくさんあるんですが、えー、その前にですね、今月で変わるということは、まあ、先月末で終わってしまったことっていうのがあって、そして前回ピックアップを忘れてたニュースなんかもあるので、その辺をですね、合わせて今日はね、紹介していきたいなと思っていますので、えー、よろしくお願いします。はい、えー、まずね、最初のニュースの方を見ていきたいと思うんですが、ちょっと忘れてたやつですね。 はい。ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただけば見ることができます。 今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、そしてデイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。どうぞ